僕が今いるところですね、姫路ですね。庄司さとるさんが今姫ラジオちょっと生放送やってました。その生放送をですね、最後の方ですね、ちょっとお借りしまして、なんとドライブショーをまま連れ出してしまおうかと思っております。自己紹介をお願いします。どうも、庄司さとるドライブショーのディレクターの浅井でございます。浅井さんです。ということは、あの後ろにいるのはキャリーさんですね。キャリーさん、やってくれますね。今日は何しにっていうか、本当に来られましたね。はい、この後、ドライブショーの、はい、ロケを、早速やりたいと。早速やるんですか。はい、この番組終わりで。今日の予定を言ってください。そうですね、今日はですね、淡路島の島の方に、はい、行きたいと思います。淡路島行くんですか。はい。神戸マツダプレゼンツ、庄司さとるドライブショー。この番組はサウンドクルー庄司さとるが兵庫県の魅力を発見すべく、お気に入りのマツダの車に乗ってドライブ。 KISSFM 神戸の本社から兵庫県をぐるっと一周して、神戸市兵庫区にある神戸マツダ本社を目指す台本なしの完全ドキュメントである。明石海峡大橋、今も橋ですね。今入りました。なあ、いいですね。これはいや、すごいいい景色。良すぎて、この なんだ、またちょっとね、霞んでますけどね。あ、今日はそういうことか。なんか眩しくてあれですけど、ちょっと白い感じですね、今日はね。海と空のこの境界が、あ、そうです、分かりづらいですね。今ちょっと行くと、あの淡路の街がちょっと見えてきましたね。そう意外とあの車に通るとすぐ淡路島に到着しちゃいますからね。そうだね、うん、もう半分以上通り越してますからね。お腹入ってきたな。ここ寄るの？寄るんだ。寄ります、寄ります。ここ左ですよね。行きましょう。いいね、いいね。けどね、これね、15分か20分ぐらいかかったような気がするんだけど。まあ、切りのいいところで。そうか。神戸マスタープレゼンツ、庄司さとるドライブショー。庄司だよ。庄司です。ダッサ。うわうわ、パーティーピーポール。ホエールさんで妻でもらったサングラスです。海の上行ってる。今日はですね、まああのせっかく神戸マツダさんね、あの、はい、お世話になってるんで、うん、まあたまには神戸マツダのお店に行ってみようじゃねえかと思ってますね。なるほど、はい。洲本店さん、ちょっと足を伸ばしてですね、はい、まあまあご挨拶を。なるほど、お世話になっておりますと。わかりました。言いに行こうじゃないかと。素晴らしいです。はい。じゃあ、初めてですよね。店舗行くの初めて。あ、だから、そうですね。ね。あ、そうだ。そうですよ。初だ。はい。こう怒られるんじゃないでしょうか。なんで？いや、これまで君たち、もうちょっと車のうちの車のことを話してくれてもいいんじゃないか。なんだ俺らのこの合わせ具合。着きましたね、神戸マスター。はい、スモト店。
ちょっとご挨拶というパターンがこれまでにないのですが。そうですよね、はい、初ですよね。そうですね、はい、こんな T シャツ良かったんでどうもすいません。それじゃあもういきなりなんですけど、はい、2000人ね、ご挨拶いきましょうか。いきますかね、はい、はい、失礼します。すいません、キスFM トムです、よろしくお願いします。すいません、ご挨拶に参りまして、すいません、店長のモニカと言います。庄司と言います。いつもお世話になっております。お世話になっております、はい、あ、名刺も出していただいて、名刺も、あ、すいません、片手で失礼いたします。いえいえ、森川さん、森川さんですお世話になってます。はい、てな感じで、ちょっといきなりなのですけども、初めて洲本店にやってまいりまして、はい、お店のちょっと紹介などをですね、はい、店長さんにしていただきたいなと思うんですが、はい、ありがとうございます、はい、紹介の方させていただきます。ありがとうございます、はい、この洲本店というのが、はい、まあ、規模はちょっと小さいんですけども、10名で店の方を営んでおります、はい、で、松田というのがこの店1店だけになりますので、東西南北かなりあの広いテリトリーになるんですが、はい、この1店舗で賄っておるということです。で1つということですね、はい、はい、そうなんです、はい、毎週金曜日にいつもあの放送の方をいただいているということで、はい、そうなんですよ。今撮っている動画っていうのはいつの放送なんでしょうか。今日のは18日です。18日、はい、今月の今月8月18日の放送になります。はい、8月18日だとね、はい、ちょうどね松田がサマーフェアをやってる時なんですよ、はい、もしよろしければなんですけど、もう少しコマーシャルの方入れていただくとありがとうございます。浅井さんどうですか。全然いいですよ、全く問題ない。大丈夫です、はいはい、そしたらね、ちょっとあの営業マン呼んできますので、なるほど、待っていただきますか。わかりました、はい、神戸松田洲本店営業の西住和也と申します。西住さんでーす、はい、です。あ、来た、あ、先輩が来られました。先輩来ました。あ、ありますか、そうしたら。いやいや、もう2人で、2人で。それでは自己紹介をよろしくお願いいたします。あ、すいません、洲本店で営業してます、あの中尾と言いますので。中尾さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まあ、サマーフェアということで、お、始まってますね、はい、はい、8月18日から20日間、20日まで3日間ですね、はい、ダイレクトメール、もしくはメール、もしくはアプリをご覧いただいた方に、はい、実は今 SNS で話題のサークルタオル、はい、サークルタオル、実はこちらに現物がございまして、出ました。もうあのかなり大きなタオルです。で、おお、これ、ああ、なるほど。あの CX5 の人気のある車なんですけども、はい、こちらの特選の中古車がですね、期間中低金利で 2.9% でやっておりますので、うん、こちらの方も非常にお買い得になってるかなと思います、うんうんうん。いらっしゃいませ。広島から来たんだけど、マツダ車がお得に購入できるって。はい、神戸マツダ全店舗では本日より3日間サマーフェアを開催しております。人気の CX5 が低金利で手に入るビッグチャンスなんです。さらに今 SNS で話題のビッグサークルタオルをプレゼント、数に限りがありますのでお早めに。あれいらっしゃいませ。広島から来たんだけど、マツダ車がお得に購入できるって。はい、神戸マツダ全店では本日より3日間サマーフェアを開催中です。人気の CX5 が低金利でお得に手に入るビッグチャンスなんです。さらに今話題 SNS で話題のビッグサークルタオルをプレゼント、数に限りがありますのでお早めに。神戸
ベマツダ洲本店をはじめ兵庫県下26店舗のマツダのお店、ぜひ皆さんも神戸マツダのお店へ。マツダ。神戸マツダプレゼンツ庄司さんと、もう一回やろう。神戸マスタープレゼンツ庄司さとるドライブショー、庄司でーす。なかなか濃い一日だったんですね。そうですね、はい、CM まで作っちゃいました。なので、はい、今日は一仕事終えたということで、はい、次は次ですか。はい、この後ですね、はい、なんと洲本に泊まれるんです。やったあの、サメ食ったのはいいや、その後海に行きましょうよ。上でうるさい。OK! はい。お、上。はぁ、告白じゃ。あぁ。はぁ。おやすみなさい。おやすみなさい。Latest weather from the sea to the mountains of Kobe. はじめに天気概況です。近畿地方は前線や湿った空気の影響で中部を中心に雨の降っているところがあります。おしまいに現在出ている注意報です。以上、KISS Latest Weather、中島がお伝えしました。中島がお伝えしました。サトルドライブショー。この番組はサウンドクルー庄司サトルが